米専門局 MLB ネットワークの番組インテンショナルトーク公式 X は、番組にジャック・フラハキ投手が出演した動画を公開。MC から数週間前にテオスカー・ヘルナンデス、ケビン・ストーンと共に自身の誕生日を祝ったそうね。エヴァン・フィリップスに聞いたのだけど、夕食に出かけて翔平が会計したとか。詳細を教えてと問われると、笑いながらこう答えた。会計できる選手は何人もいたけど、翔平が払いたがったんだよ。家族ももちろん大切だけど、チームメイトたちと一緒に食事に行くのは良いね。と、語った。さすが大谷翔平さん。正しいお金の使い方ですね。距離縮めてます。シャンパンファイトやってください。アメリカのディナーの額は半端ないからな。いくらなんだろ。今年の春の野球日本代表が米国で食事会したら1000万請求されたって言ってたし。わら。アメリカだと日本ほど先輩後輩の縛りはきつそうな感じはしないけど、実際はどうなんだろ。でもまあ一番わかりやすい、一番稼いでるやつが出すで良いんじゃない。わら。そらそうだろう。じゃあ割り勘ね。なんてスマホで電卓叩くわけにもいかない。さすが大谷翔平さん。大谷くんがお支払いしたことにも驚きましたが、ジャックのお誕生日会をみんなでお祝いするためにお出かけしたことにうるうるしちゃった。大谷さん、最近はチームイベントにも参加して積極的に馴染もうとしているんですね。絆がどんどん深まっていますね。翔、ごっさんです。ジャックが言ってるけど、家族もいいけどボーイズで集まるのが楽しいって。チームの結束が強くなっているのがわかるな。そうですよね。自分からガンガン話しかけにも言ってるのを見て嬉しくなる。うんうん、男同士もいいもんだね。話もプライベートの内容もあるだろうし、相手チームの分析とかの会話、大谷くんよだれたらして喜んでそうだね。契約は一番高くても、年俸は一番安いんだけどね。ニューヨークでこのメンバーだと、凄まじい料金になりそう。WBC の時も30名近い選手をダルビッシュと大谷で割り勘してたからね、わら。